YouTube でアーティストウィー第6週、4日目ですね。はい、今日もよろしくお願いします。いつも見てくださってありがとうございます。花です。今日のトピックスはこちらになります。よいしょ。豊かさとお金の関係、それから贅沢とはということについてお話ししてみたいと思います。はい、今日はですね、この第6週の中で私のちょっと好きなところがあるので、そこをご紹介してみたいと思います。第6週のですね、新版212ページですね、気ままという贅沢っていうところが私好きなので、ちょっと最初の方読んでみたいと思います。創造的に行き詰まっている人、創造的でありたいと願いながらその渇望を満たすことを拒み、欠乏感だけが膨れ上がっている人にとって、本物のささやかな贅沢は創造性の回復に大きな効果を発揮するとあります。それでここはですね、本物のささやかな贅沢の例がいろいろと載ってるんですね。で、私はですね、そのここに載ってるね、ささやかな贅沢の例がなんかどれもこれもなんかワクワクしてですね、なんか読んでるだけでちょっとなんか楽しくなってくるんですけれども、ちょっとご紹介しようかな。例えばですね、人生が可能性に満ちているとジーンに教えてくれたのはナイトテーブルに飾られた一輪のひなぎくだった。マシューの場合は本物の家具の塗料の香りが安全性や確実さ、さらには秩序の感覚をもたらしてくれた。コンスタンスは雑誌の定期購読に贅沢を見出した。これはたったの20ドルで1年間贅沢を味わえるささやかな自分自身への贈り物だ、なんていうのがあります。それからですね、ちょっと飛ばしまして、この辺にもあるんですよ。新版215ページ、ベレニスにとってそれは新鮮なラズベリーだった。彼女は一瓶のラズベリー代で豊かさの感覚を買っているのだ。シリアルにまぶしたり、梨のスライスと混ぜたり、アイスクリームにかけたりして楽しんでいる。彼女は豊かさをスーパーマーケットで買うことができる。そして必要とあらば冷凍しておくこともできるのだ。はい。で、その次に、アランにとって偉大な贅沢は音楽である。はい。この人は若い時ミュージシャンだったんですが、ちょっといろいろしばらく封印してたんですね。でも、なんか新しい CD を1週間に1枚買うという贅沢を自分に許した。そしたらなんかいろいろ楽しくなってきちゃって、でまたしばらく3ヶ月経ったら、アランはヘッドフォンステレオから流れ出すロックに合わせて運動用の自転車のハンドルを叩いた。でさらにその2ヶ月後屋根裏部屋を整理し中古のドラムセットを手に入れたっていうですね、なんかいい話ですよね。なんかこのささやかな、贅沢を自分に許したことがきっかけで、何かね、この自分で押さえつけていた創造性がまた少しずつ花開いていくきっかけになるっていうですね、なんかいいエピソードだなと思うんですけれども、あ、なんかすごい好きなところばっかり読んじゃいましたけども、今日はですね、ちょっとなんか図も書いたのでね、それを ご紹介しようかなと思ったんですけれども、こちらですね、はい、これ何の図かと言いますと、皆さんですね、なんか私が気づいたことなんですけども、なんか豊かさってお金だって思ってる人が多いと思うんですね。あ、こっちの図ね、はい、豊かさイコールお金。でも実はですね、これも間違いじゃないと思うんですけど、まあ、間違いの印をつけちゃいますけども、なんかこれだけじゃないと思うんですよ、豊かさって。で、こっちが本当だと思うんですね。私、豊かさの中にお金も含まれている、こっちの方が正確かなと思って、はい。なので、まあ、豊かさの中にお金も含まれてるんですけども、それ以外のあんまりお金がかからない豊かさっていうのも実はあって、なんかそれをね、ちょっと気づくのが大事なんじゃないかななんて思ったりしました。はい。それで皆さんのなんかささやかな贅沢、本物の贅沢、あんまりお金をかけなくても できる贅沢ってね、どんなものでしょうかね。ちなみに私はですね、先週あたり鬼滅の刃を自分の横に積み上げて、でポテトチップスとなんか冷たいジュースと、それからなんか冷房の効いた部屋で
でなんかそれで鬼滅の刃を読みながらポテチを食べるみたいなのがですね、至福でしたね、至福。はい、でもそんなの全然お金かけないでできるじゃないですか。数百円とかせいぜい千、ね、数千円ぐらいでなんか漫画、好きな漫画を買ったり好きなお菓子を買ったりとかってできますけれども、もう最高、他に何もやらないみたいなね感じになるツボポイントみたいのが皆さんにもあると思いますので、ぜひですね、あのお金のかからない本物のささやかな贅沢探してみてください。すごく楽しくなるかもしれません。はい、では今日はこのくらいにしておきます。いつも見てくださってありがとうございます。あ、チャンネル登録はこちら、はい、いいねとかコメントとかもしていただけたら励みになります。ではまた。